こんにちは、アキセイレスのコーナーです。こんにちは、よろしくお願いします。まだまだ体力には自信のある私、アキセイが体を張って取材をし、石川の身近な情報をお伝えしています。今回のテーマはこちらです。花屋の一日ということで、先日母の日もありまして、お花屋さん訪れたという方も多いんじゃないでしょうか。そしてこう華やかで、花に囲まれながらの仕事、憧れているという方もいらっしゃるかもしれませんが、実際にどんなお仕事をしているのか、その一日に密着していきました。では行きましょう、花屋の一日に。こんにちは、おはようございます。ただいま時刻6時過ぎということで、朝早いですね。今日密着させていただく花屋さんと、こちらの金沢市公設夏季地方卸売市場で待ち合わせとなっています。続く行ってみましょう。市場での待ち合わせ、早朝から花屋の車がいくつも止まっています。あ、いらっしゃいましたね、あちらの方ですね。お花屋さんといいますと、こうちょっとロマンチックなイメージもあったりして、そして花言葉なんていう素敵な、知識も身につきますから、憧れる方も多いんじゃないでしょうか。さあ、こちらの方ですね、驚かれた方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。ちょっとこうごつめの恵まれた体型で、今日密着させていただく稲葉青果店の稲葉徹さんです。よろしくお願いします。お願いします。おはようございます。おはようございます。2020年世界ランテンフラワーデザイン部門最優秀賞も獲得されている方なんです。さあ、稲葉さん、今日こちらでどんなことを行われるんでしょうか。今日は今からあちらの方でお花の競りですね、競りが行われます。競りですか、はい、だから魚とか野菜みたいな感じで、競り落とすわけですか、お花も。そうです、お花も、市場で競りという形でこちらであります。花屋の一日は競りから始まるんですね。その競りが始まるまでの間、市場に集まった花を見ていると、稲葉さん、これ、はい、ひまわりですよね。ひまわりです。ひまわり早くないですか。そうですね、お花屋さんに並んでる花って、そういう季節のものもあれば、ちょっと 2,3 ヶ月、先のものもあるんですよ、はい、そうなんですね、福屋みたいな感じもあって、ちょっと季節を先取り。なるほど、まだ肌寒いなっていう時期にもう、春物が並んでる服屋さんみたいな感じですね。そうです、です。一足早く夏を感じたところで、活気のある声が聞こえてきました。すごい勢いで始まりましたね。始まりましたね。これ皆さん声を出さず、なんかハンドサインみたいなのを出してやってますけど、結構こう昔ながらアナログな感じしますよね。そうですね、なんか、今も手競りみたいのしてるんですよ、手競りって。大体欲しいものも多分分かっとると思うんですよ、この人ら。あの人がこれを欲しいって言ってる、それに向けて言っとるっていうのもあります。それちょっと独特の世界ですね。なるほど。っていうか、今稲葉さんはこの席に座らなくて大丈夫なんですか。競りとかこういうことに関してはうちの兄が、担当してます。あ、お兄様が、はい、僕この兄が競った荷物を、持ち帰って、水切り、下処理したり作ったりが担当になります。なるほど。競り落とされた花はレーンに乗って次々に運ばれていきます。お兄さんが花を競り落とし、弟の稲葉さんが店まで運送する、兄弟の華麗なコンビプレーですね。さて、仕入れからお店の方に戻ってきました。これはじゃあ準備などもやっぱ必要なんですか。そうですね、お花を、水切りしたり葉っぱを取ったりという作業を次はします。はい、ではその作業を少し私もお手伝いさせていただいて。ぜひよろしくお願いします。お願いします。店頭に並んでいる花は前日までに手入れが済んだものなんです。花の手入れは店からすぐ近くの作業場で行います。
いろんなものありますね。あの結構こう色鮮やかなものもあれば、じゃあ吊るしてありますから、うん、ドライフラワーですか。そうですね。はあ、そして奥にもずらっと並んでますけれども、プレゼント用の花束とか、はい、アレンジメントとかもあります。またあと冠婚葬祭の仕事もしておりまして、そのお花の材料もあるし、いろんなジャンルのことをしてますね。さあ今日はじゃあここから今からはどんな作業していきましょう。今から、バラ、さっき市場で買ったバラを、トゲを取って水切りをするという作業を一緒にしたいと思います。わかりました。バラのトゲ、はい、市場から仕入れた花の手入れ、美しいバラにはトゲがあるということで、まずはバラのトゲ抜きです。さあ手元には美しいバラたくさんありますが、はい、こちらのトゲ抜きをしていくと。そうですね、はい、バラはこういうトゲがたくさんありまして、お客様にもし刺さったら大変なので、はい、これを取るっていう作業がしなければダメなんで、そしたら取りますね。あ、そんな、ちょっと待って、大丈夫ですか手。大丈夫です。もう慣れてるんで。いや、なんかいろんなやり方あるんですけども、この茎を傷めないっていうのが大事で、傷めたとこから劣化していくんで、こういう柔らかい、本当は手でやるのが僕はベストだと思います。ちょっといいですか、手ちょっとこうやって出してもらってもいいですか。いや、無傷、バラのトゲもものともしない。さすが稲葉さん。やり始めた時そのもう痛かったです。血だらけになっても格好つけたいんで。意外な方法でやってるんですね。それ言う、で、僕らはこうやって早い、一番早い方法もあるんで、はい、でもいい方法もあって、あ、こうやってよかったよかったです。でも、はい、かっこつけたい時は、はい、やっぱりこうです。もう僕本当にかっこつけたい、ダサくていいですね。僕は迷うことなくタオルでのトゲ抜きを選択しました。で下になるほどでかいんで、はい、こうやって、うわー気持ちいい。でしょ、もうつるっと、これそうつるっと全く痛くないですもん、うん、結構力入れる感じですか。うん、取れてます。取れた、取れました、取れました。この方取れるの、うん、これでいいんですか、うん、あ、じゃあちょっと素手でやってみよう。確かに、もうでしょ、痛くはない。そうでしょ、これで誰かが恋に落ちるんでしょうか。あの格好つけたい時は素手です。そうですね、素手です。ちょっと一回やってみようかな。シャッ、これもう覚悟を決めて、シャッと覚悟決めてですか。怖いよ、だってこんな割とでも上にシャッて向いてるのないので。あ、そっか、なるほど、ちょっと下向いてるんで。頑張れ、いきます。痛かったね。血とかはダメでしょ。血はそうですね。ちょっといきます。怖い、ちょっとやめてくださいよ。いあ、痛やっぱ痛いんだね。痛い、血出てないんかい。出てないですね。大丈夫ですか。わ、すごい、これはすごい、下処理。バラはでも綺麗な分、そうそう、ちゃんといろいろ大変なことが多いですね。じゃあちょっとこれ続けていく感じですか。はい、こうやって一本一本手作業でトゲを抜いていたなんて、作業することで初めて知りました。コマーシャルの後、花を長持ちさせる技を教わります。すごい鮮やか。こんにちは、キセですは花屋の一日に密着しています。バラのトゲ抜きをした後は花を長持ちさせる技を教わります。さあトゲ抜き終わりまして、続いてがバラ、このお水を吸うところをちょっと切ってあげて、はい、長持ちさせるために水切りというのをします。長持ちさせる、うん、どういうことなんでしょう。空気を吸ってここがもう死んだ状態みたいになるんで、はい、それを生き返らすためにここで水切りをして、でこうやって水の中で切るから水切りなんですか。うん、そうです。なるほど。そしてこちらも、あ、水が入ってる、はい、
やってみますか。はい、ちょっと斜め気味に切った方がいいですよ。切った後もちょっと斜めなんですよね、うん、これ斜めに切るのは何ですか。水を吸う部分を多くするため。あ、じゃあ水につけて短くでいいんですよね。そうですね。ちょっとで斜めに。そうですね、はい、あ、結構力いる。あれ、結構力いる。切れない、うん、切れた、はい、こんな感じですかね。はい、はい、で、いきますよ。シャッと、ふっよし、そうですかね。そうそうそう、結構力いるんですよこれ。そうそうそう、いきます、斜めに、うん、あれ本当本当ですよ。いやあれ、え、本当に硬い。え、硬くないですか。そう、あ、そうそうですか。ちょっと一回やってみてください。なんで慣れですか。なんか切るのにあーってやったら、その茎があーってなんていうか、その分また死んじゃう。パスンってやってあげた方が、ね、やってあげるならパスンってやって、気持ちは先、感覚的で非常に分かりやすいですね、うん、優しい。分かりました、はい、ちょっと、よし、おお、よし、いきます、ほい、あー、できました、うん。花の手入れが終わり、稲葉さんの得意分野でもあるフラワーギフトの制作作業を見せていただきました。うわー、完成ですか。うん、すごい。うわ、美しいですね。母の日が近いので、あの、お母さんに感謝のということ。これはもう日本の全お母さん喜びますよ。で、世界ですね。うわ、母への感謝がコンセプトの花束、優しいお母さんをイメージしたふんわりと華やかで素敵な花束になりました。いや、 やっぱり美しいですね。で、この、 あの、母の日とかにお花もらったっていう方もいらっしゃると思いますけれども、こう長く楽しむためにはどうするのがいいでしょう。うん、そうですね、やっぱお水をきれいに変えてあげることと、うん、やっぱりできるならさっきみたいに水切りしてあげたらもっと長持ちします、うん、あと、まあ、こういうユーカリとかこういうチラチラした花はドライフラワーにもなるんで、それもおすすめです。あ、ドライフラワー、まあ、そういったドライフラワーにすればもうそのまま長期にわたって楽しめますもんね。そうです、はい、なるほど。ですから本当にその後もまた違った楽しみ方できるわけですね、うん、そうですね。なるほど。さあ、今日港にやってきましたけれど港ですね。なんで来ちゃったんでしょうかね港ですねなんか、お花を写す、ただ写すだけもいいんですけども、はい、ね、いろんなところで撮って広めたいなってことで、僕インスタとかでこういう風にいっぱいやってるんですよ、はい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 、うん、なんかいいですね、うんうん、花の美しさと、うんうんうん、ちょっとなんかギャップもありつつ、うんうん、そして稲葉さんのビジュアルも生かして、ビジュアルビジュアル、すいません、ビジュアルじゃあちょっとこの漁港で一枚写真撮っちゃいましょうか。はい、撮りますか。写真のテーマはダサさ。ねえねえねえ、その理由は周りがダサいほど花がよく映えるからなんだそうです。あ、そういうコンセプトがあったとは。いいじゃないですか。どういう関係性か気になるよね、この2人が。はい、いかがだったでしょうか。花屋の1日ですよ、これが。これ稲葉さんの1日ですよね、どちらかと。稲葉さん、まあ、そうです ね、はい、そのインスタにも今日ね、結構あの力入れてる稲葉さんという意味では、はいはい、よく見ますよ、インスタグラムで、ね、エリさん、稲葉さんとあの、ね、お知り合いというか仲良しですもんね、うん、なんか個人的にメールでこういう画像が50枚送られてきたことがあって、携帯が鳴りやまない時に開いたら全部これでしたからねいや、あの、本当に稲葉さんのインスタグラム、これ皆さんぜひ覗いていただきたいんですけれども、
ども、すごくセンスあるというか、その花とのギャップがすごいですね。なんかね、すごくユニークな方で、うん、本当に面白い方なんですが、作る作品は素晴らしいんですよ。ですよ。そうなんです。ねえ。そのギャップがすごいですよね。ねえ。はい。ゆうちゃんどうでした？いや、なんか最初、第一印象こう、ちょっとこう、ごつめの方で、どんな方なのかなって思ってたんですけど、もう VTR 見てるうちに、だんだんこう、魅力に引き込まれていきました。実は繊細な方でもあるんですよね。はい、で、手競りの様子なんかも見ていただきましたけれども、あれ全国的にもああいった形が残っているのはすごく珍しいそうです。なんか花屋さんの手競りって結構距離あるじゃないですか、魚屋と違って。みんな目いいんですよね、こう花見てこうパッパって。まあ確かにそうですね。すごいですよね。この手のね、ハンドサインでやってましたけれども、はい。で、今回お世話になりました稲葉徹さんがご兄弟でやられている稲葉製菓店は、金沢市金岩西にあります。冠婚葬祭からあらゆる花のアレンジメントなど真心込めて制作してくれますよ、はい。今回はね、バラ中心でしたけど、うん、本当にいろんなお花あります。そう、今回ね、花屋の仕事取材してみて本当に初めて知ることが多くて驚きましたね。僕もいつかバラのね、トゲ抜き素手でできるようになりたいですし、あとやっぱりこのバラをね、あげるためにはいろんな人の努力あるんだっていうことを知ったので、僕がいつかバラをね、あげるときは本気だと思いますよ。なんかなんか最後になんで怖いと思うんだろう。以上、こんにちは、アクセイです。怖い。